メタファーデイリージャーナル。今回は各地で見かけるマグラの塊、マグラ結晶について紹介しよう。マグラ結晶は文字通りマグラが集まって結晶化したものだ。長い間マグラが高濃度に保たれた場所で自然に生まれることもあるが、近年では人工的に作り出すことも可能になってきている。結晶の色は様々で、純度の高い天然の結晶は高性能の磨銅器の製造に欠かせない。そのため宝石や貴金属を上回る高額での取引をされることもあるようだ。次回はマグラを集めるための装置、マグラ集積機について紹介しよう。願わくはこの記録が君たちの旅の一助とならんことを。